アルバロバスケス・ガルシアは、スペイン王国カタルーニャ州、バダロナ出身のサッカー選手。スポルティングで基本所属。ポジションはフォワード。2005年、14歳で、RCD エスパニョールの下部組織に加入し、2009年に、西軍ダ・ディビシオン B のエスパニョール B に到達したが、B チームは2009から10シーズン終了後にテルセーラ・ディビシオン降格となった。 2010年9月21日、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた、レアル・マドリード戦の後半途中に、セルフィオ・ガルシアとの交代で出場して、トップチームデビューした。デビュー戦の5日後の9月26日、本拠地、エスタディ・コルネ・ラエル・プラットで行われた、CA オ・サスナ戦で、トップチーム初得点となる、決勝点を挙げ、2010から11シーズンの残りも、 トップチームで主にパブロ・ダニエル・オスバルドの控えを務めた。2011年夏にオスバルドが AS ローマに移籍するとマウリシオ・ポチェッティの監督によってレギュラーに抜擢された。2012年1月8日にホームで行われた FC バルセロナとのバルセロナダービーでは試合終盤に同点ゴールを決めた。そのわずか3日後の1月11日に行われた コパデルレーのコルドバ CF 戦セカンドレグでは、ハットトリックを達成し、2試合合計5から4での、勝ち上がりに貢献した。2013から14シーズンは、プレミアリーグのスウォンジーシティ AFC に、期限付き遺跡で加入し、エスパニョールで共にプレーした、ジョルディアマトと再び、チームメイトとなった。2016から17シーズンより4年ぶりに、エスパニョールへ復帰することが決定した。 2018年1月11日、ジムナスティックトラゴナに、レンタル移籍した。2018年8月23日、レアルサラゴサに、レンタル移籍した。2019年6月10日、スポルティングで基本に3年契約で移籍した。2011年には、U-20 スペイン代表として、コロンビアで開催された 2011FIFAU-20 ワールドカップに出場した。 グループリーグ第2戦のエクアドル戦で一得点し、最終戦のオーストラリア戦では、試合開始から18分間で、ハットトリックを達成した。決勝トーナメント1回戦の韓国戦では、PK 戦の4番手キッカーとして、PK を決めて勝ち上がりに貢献。準々決勝のブラジル戦は1-1で、延長戦に突入し、 延長前半10分にリードを許したが、その2分後に同点ゴールを決めて、PK 戦に持ち込んだ。しかし、今度は外したら、敗退が決まる4番手キッカーとして、PK を外し、スペインはベスト8に終わった。敗退までに5得点しており、準々決勝終了時点で得点ランキングの単独トップに立っていたが、 その後ブラジルのエンリケとフランスのアレクサンドル・ラカゼットに同点に並ばれ、バスケスはシルバーシュートなった。2011年に U-21 スペイン代表デビューした。カッコ付きの数字は世代別代表での得点。ありがとうございます。